お待たせどうもトランジット荒こしですそしてトランジット新ですよろしくお願いいたしますさあ始まりましたトランジットのどこでもラウンジ絶対間違えたらダメよマジで何を間違えたバカじゃねえのっていう何何がな間違えられ方がひどいていうかこんなに俺の身の回りに起こることが怒るのかっていうどういうこと怒りが起こるのかってことですよ 俺がどっかからね見つけてきてるんだったら文句言われていいですけど俺の身の回りに怒りが起こってるんですよ怒りが起こってる新たあんま聞いたことない表現やけどシャワー浴びてましたわいや知らないですそれは <laughs> めちゃくちゃシャワー浴びよったよ 飲んで帰ってきて、ベロベロでもその家はもそのまま寝ちゃったのよ。で、もう朝、ああ11時ぐらいから仕事に行かないといけないから、うん、9時ぐらい起きて、シャワー浴びてました。朝シャワーね。はい。したらさ、家のさ、なんて言いますっけ、あのシャワーって、あったかいの出るのに、たまに冷たくなることあります急に。急にあるね。シュンって。一瞬ね。あれってさ、もう、その、一軒家であっても、マンションであっても、アパートでも、どっこでも起こりうることやあるある。 あれさマジイラッとするやんうわっ何なんこの時間っていううわって言うそうさぶって冷たっって言うやんあれが起きたんですよでもうわもうと思ってああと思ってでバーッて触ったらまだ冷たい10秒開けるまだ冷たい40秒開けるまだ冷たいまだ冷たいってなってそんなわけないもんはって思ってえっって思ったら止めたのよまずそのあったかいのもうおかしくなってるわとでもう一回ゼロから あの元栓も付け直してえやろうと思ってあの赤いのまたね、赤の、俺は回す式なんでお湯は、お湯出したんですよ、ずっと冷たい。そしたら、俺もうあの諦めたんですよ、もう冷たいのしか出ないから、で、もうちょうど終わりの方だったから、もう,もういいやと思って、冷たいのでさっと浴びて上がろうと、冬の真冬、一週間前。きついね。そう、もう急いで拭いて上がったの。そしたら、外でね、物音が聞こえるの。俺、7階に住んでるんですけど、玄関でガチャガチャ、ガチャガチャって。 はっと思って出たら俺の家のガスが止められて捜査が行われてたの、うん、おじさんが <laughs> <ー>であのあのあの、あのー、って,<ー>って,ってあのって言ったらあはいはいはいみたいな<ー>あのすいません何されてるんですかって言ったらあ今ですねガスの点検来ててみたいなあ点検のお願いされたんで来てるんですけどって,っていやお,<ー>お願いしてないですよみたいなお<ー>あいやなんか管理会社からこのね、えー、などこどこの部屋の すいません横でした <laughs> やばくない <laughs> すいませんここのはいここの頼まれ横でしたすいませんっつって俺のガスの元栓から切られてたのあらだから冷たいのしか出なかったの点検日の案内が本来は来るはずやもんねそですけ横の住人の方が壊れてるっつってお願いしてんのよ、うん、なるほど調査したんだそうしたら横じゃなくて俺のとこ来てるんのよだか <laughs> そんなタイミング悪いことあるえバカじゃねえかと思ってしかもさしかもさあ,のあれよ わかりづらいマンションとかじゃなくて、ちゃんと玄関の横になんか蓋みたいなのがあって、そこ開けたらガスのあれがあるのよ。ああ<ー>、ーーどっちのかなってなるようなとこじゃないないの しかもその玄関ガスのメーターで風呂から廊下に開けれる窓だから挟まれてんのよだからここで俺がシャワー浴びてること分かってるはずなの嫌がらせじゃんと今やってんじゃんって俺もう初めて初対面で「あっすいません意味が分かりません」って意味が分かりません間違う意味が意味分かんないじゃんだって「すいません俺水で浴びたんすけど」みたいなめちゃくちゃ確認せないからそういや本来はどんだけ寝ぼけてたのっていう本当すいませんみたいな 10時ぐらい「ホンすいません」みたいなまあまあそう悪い人じゃなかったからどうそうね間違えてしまったものはもう,、ね、そうだからまあまあゆ許したしそ,<う>それ以上「ちょっとちょっと」とか言わなかったけどあまりにもずさんすぎてえ <laughs> ず 俺、俺でよかったっすよ、逆に。とんでもない金持ちの家とかでも、やばかったっすよ何そどういうこと怒られるってこといや、とんでもない金持ちのそう。どういうでどうか金持ちの人はもうめっちゃ怒る言う言う言う。そんなことないやろ。絶対言う。そんなことないよかったっすね。俺がその、人間界でも下の方の人間で。って言うた。ここで怒れない。心の中で。びっくりした。言うわけないやん。 いやいや別に俺だよくわからんけど俺だからよかったっすけどとは言ってなんかううなんだそのあんまその時に使うパターンじゃないいやなんか俺はカチンときたというかもうびっくりが勝ったから、うんまあね、怒るというよりえー、なんでってなってるそれ何そのさ元栓をじゃあ回閉めて、うん、その壊れたからって点検してそ,<う>それで壊れたとかはさすがにないわけ すぐつけ直されて5分後あれあいとあったかい出たのあ全然壊れてないじゃんって思ってたんかなじゃあ作業しながらいやじゃあか、どうなんだろうねだから多分長く時間かかってたかもしれんけど、えー、何がおかしいんだろうって調べてたかもしれない。そういうことやろうね何か詰まってたりよくある人は詰まってたりして冷たくなったり <laughs> もう やばいやばい、そんな。だけど、手前のミスすぎて疑わんかったよな。そうそう,そうそうそう。そこで、ここがもうなな何号室だって思い込んで開けてるから。ちゃんとチェックしてください、<laughs> これを聞いてるガス会社の方々。俺みたいな被害者が出ます。<laughs> <も>風邪ひきます。でも確かに、あなたのとこってあれやもんな。本当シャワーの音聞こえる感じんじそう、廊下に聞こえるんですよ、シャワーの音が。 ぐらいもう目の前で浴びてるから。<laughs> なんか意味ない <laughs> 浴びてるときにマジ水風呂浴びてると思ってたよ。でも俺の冷たいもう聞いてるはずだから。<laughs> 俺だ、まあまあ大きい声でた冷たいってい。聞こえるはずやもんね。な許でもなんかね、申し訳なさそうにするのがうまいおっちゃんってうまいとか言ういや、めっちゃうまかった。なんか謝り方とか、すい,いません、本当にみたいな。いや、それ,そ,れそんな、でも全力で謝られたらこっちも怒りも大きいから、いやいや、えー、もう全然もう,あもうあれですけど、えー、まあ、数字なんでね、みたいな。その そのななん何丸何号室の話なんでって数字なんでねえ数字なんでねえ <laughs> 煽るなお前 <laughs> いやいや数字なんでね <laughs> <laughs> いやいやだって絶対にやっちゃいかんことよもしこれがじゃあおとなたけけど,けどじゃあ赤ちゃんシャワー浴びさせよったらどうなんのっていう話よそれ まあまあ本当に。ッて心臓でヒートショックとかもある世の中で。まあなんか事件が起きててもおかしくはないそうよ話ではあるけどね。ねマジで気をつけてほしいわ。あそれは確かに、ちょっと気をつけないでけい。や、よかったな、俺で。<laughs> まあそんなケースなかなかないけど。ないけど。あと気をつけようがないからな、それに関いや、まあそうよね。<laughs> そのこっちもね。あまあそういう確認ミスはね。うん。まあちょっときついっすね。ねそう、だからこれがやっぱその、 作ろうとしても作れない話だからこれに関してはまあそうやろやられちゃうからお前これに関してはとか言ってさんかいつもちょっと作ってんのかなとか思われるいやだからそういうののたまにれ本当にあったことなんですけど言われるからもう相手にしてないけどねそんな人そもそも全部本当ですよマジ話だから怒らない時もあるから怒りではないもんね今回だからどこにぶつけたらいいのみたいなあま怒りですよマジででもお前でよかったんでしょ お金持ちやった。助かったね、金持ちで。そ,<う>そのお金持ちだったらら、ね。俺はその,その人間界で下の方の人だけん<れ>助かったね今回。それ何？今回助かったね。これ本当に <laughs> 下の方やけ俺はもし権力ちょっと持っとてみ。どうにでもできたよってことだ。<laughs> できんってそんなに別に。<laughs> そうでしょうだって世の中。それぐらいじゃどうしようもない。だから小平さんの息子娘はいい学校に入りやすいんです。<laughs> <laughs> 変な変なお前入れんな変な社会情勢みたいなやつ入れてくんなお前は都市伝説みたいな<笑><笑>じゃあいきます今日も本編スタートです KOR トランジットのどこでもラウンジ KOR トランジットのどこでもラウンジ皆様おはようございますこんにちはこんばんは 本日もよろしくお願いいたしますメールが届いておりますね、うん、今日もね、えー、虹色の桜さんから来ております、ね、あらピンクでいいけどな桜はでも品種改良を重ねて重ねて虹色の桜にしてますまあまあまあ見てみたいけどね荒 <laughs> 田さん腹残しさん西津さんこんにちは分かったプロジェクションマッピングだは, <laughs> はい 桜が虹色になったらプロジェクションマッピングあるじゃんプロジェクションマッピングとか今いいですよマイズ公園みたいなところのマイズ公園もそれやってるしいや分かったとかじゃないただラジオネームや進ん勧めも勧めよ,う進めよういやお,お前が止めてんの虹色さんこんばんは,こん,ばんはこんにちはこんにちはお二人にお願いがありますって何私は今バイトをしていてそのバイトがあまり自分には合っていないっぽく<う>家を出るときうわ行きたくないなーとマジわかるマジわかるその気持ち 働かせててもらっているのだだからそんなこと考えてはダメだいやいやいや、バイトは別にそんなに考えなくていいけどね。思っていても、どうしてもだるいですだるいよね。だから今日も頑張れと応援してもらえないですか <laughs> 無理そうだったら諦めます。<laughs> 大丈夫これ ?1 月25日やけどこれ。よろしくお願いします。えー、無理そうだったら諦めるらしいよ。俺らが応援してくれよ。<laughs> え、行くのを諦めるじゃないの行くのを諦めるのかないや、わからんけど。違うと思うけどね。頑張ってやっぱそこでは働きたいんじゃないわかんないけど、給料の関係とかでさ。いや結局さバイト とってさ時給が高いところってまあ俺ら望むけど俺らって人間って。うん でも実際一番ややっぱ働きやすいところだって、ね、さもっとさ例えば社会社とか入ったらさ大人になってある程度我慢しないと、まあ、20万30万だったらお給料もらえないっていうのは分かるけどもたかがね1時間1000円とか900円の世界で、うん、なんでそんなへこへこしないといけないんだっていうって考えた時にマジやめていいと思うよねその場合で行き,行きたくなかったらまあねほんと好きなように一番働かないから嫌であった大人って社会人だったらさ、うん、ほんと嫌なとこでマジ働い 働かなないいいととけこがあるそう今はぐらいは俺もんねでもやっぱ大学でさ同級生とかで「もうなんかマジきついわ」みたいな「もうやめようかな」とか言って「全然やめんやつ」そうそうそうやめろよマジやめたらいいやんって思う俺はやめたし洋食レストランフライパン振ってて食材と会話してないって店長に殴られてやめました危なくない目の前ささ火がなっってこちフライパン振るように おパーってて背中叩,叩かれて <laughs> お前さ今,今食材と会話してた?」って言われて。<laughs> <laughs> したことないでもこの前たまたまそれ俺が働いてたバイト先の,その食材のところのあ食材会話、うん、店長のところで俺の上司だった主婦の方がいらっしゃるのはい,、はい。俺にめっちゃ優しくしてくれたあなんか言ってたねそ,うその主婦の方に会ったら「やめたよあれ人飛ばされた!」って <laughs> 元気に言ってたから何で飛ばされたんやろか、えー、パワハラ的なやつですよ,よかったですとは言いましたけど もう本当にそういうところはもうやめちまった方がいいよ、ね、俺だから最長で同じところで4年間とか3年間とかバイトしてきたから、ね、やっぱ居心地の良さとかねやっぱめっちゃ大事ですからそうねあ<ー>まあそうねだからそこにおる人かもしれんないや人でしょ一番はね人,人上司<ー>お客さんと環境ね マジで全然出会い求めに行ってもいいと思うし、ね、いや全然いいっすよなんかいろんなとこ転々としてさ好きな人見つけてみたいなのめっちゃいいよね、うん、そうねそれが俺結構一番バイトの楽しみやと思うんやけどな、うん、まあだから今回はその頑張れだけど言えませんけどなんでよそのすいません申し訳ないなんで諦めさすのよいややめてほしいから <laughs> いや嫌なとこだから <laughs> あ<ー><う>あ応援しちゃだめ俺が頑張れっつったら無理して行っちゃうじゃん そう虹色の桜さ,さんはそこまでの力あるか分からないよ俺らに虹色桜にはもう行ってほしくない <laughs> 虹色桜って呼んでんの<桜>もうすでに、うん、いやでもどっちにしろほら働かないといけないから頑張れとは言ってあげていい、まあま、変えた方がいいんじゃないバイトいっぱいあるよバイトなんてまあでもさ面倒くさかったりもするかその面接またいかなとかねまあそうねあ<ー>まあだから書類書いたりもだるいしねそうだるいだるい だなだいもんねんだから慣れてないんだったらもうすぐ辞めてもいいんじゃないかなとまあそういうことねもうその未練というかそこないんだったらあれが地獄ですねバイトでいうとあの始まって1ヶ月って給料もらえないじゃないですか、うん、だから2ヶ月目の最初にもらえるでしょその1ヶ月の最初の間に辞めたいって思った時にまだ1回も給料もらってないのにここを辞めたいと思ってしまったこと事実に対してだるって思うんですよ <laughs> もう 1回ももらってないのにやうここっていう <laughs> だからそんなんかこう相まってだるくてもなんかいいかなって思うやろうないい役まあそうねでもでもあれやな多分どんだけいい職場でもあのバイト前のだるさとかバイト前に眠たくなるのはね変わらんと思う、うん、まあでもね <laughs> そこの一歩を踏み切れるかどうかっていうのがやっぱ職場の環境ですから今日あの人とシフト一緒やみたいな喜びね、うん、そういうのがこう見つかるところがいいよねそうねうん,んだったら 頑張ってくださいはい、うん、その場所でもし続けるんだったら今日もバイトかもしれないし明日がバイトかもしれないからね,ね頑張れ頑張れバイトだよ虹色桜輝けうんさあ続いて私は3月11日さんからいただきました輝けって何 意味わからんなんでい意味がわからんくらいですか虹色の桜やったけんバイト先でも輝けよってこともう輝いてるやんだっていやいや輝けって改めてよバイト先で輝けてるそんな嬉しいことじゃないよバイト先で輝いてそんなに気にならんやろ輝けって。次のラジオネーム読んどんからこっちは日本レコード大賞でしか聞いたことないもん輝け日本レコード大賞輝けびっくりマークなレコタイでしか聞いたことない輝け。いい言葉やん輝けって キングオブレディオントランジットのどこでもラウンジ。さあ続いて私は三月十一日さんからいただいた。おら<ろ>、ええー、八月二日生まれのスジョイな友達にヤニの日だという。 やりりを何度か繰り返ししししてていいいたたら嫌われままさんのせですなんで俺のせいやそりゃそうよお前のせいよお前がタバコ吸ってなかったらこんなことになってないお前がやりの日って言うからよお前から副流煙というプレゼントをたくさんいただいたからね人生で副流煙あげてるつもりないのよそうだよやってる方ってそうなんだよね別にお前にそんなあげてないいじめてる方がいじめてる自覚ないのと一緒いや何その俺さ別に言ってるやん別のとこに今は 今はね。今はねってもう昔、二人で暮らしてた時とか、<う>それこそ、あれっすわ、もう大学生の時とか、うん、あの、よう遊びよって時とか、もうネタ合わせしてた時、大学生でも、うん、その時もスパ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 。いや、吸ってなかった。どこですって河川敷もそうですし、ユリックスとかもそうですし、いろんなところの、まあ、吸っていいとこではあるんですそこ。<ー>ただ<ー>そ,そう、外でね、外で。それを俺らとネタ合わせしてる時に吸って、風向きも考えずに、もう全係。<laughs> で、家帰って親にあんたタバコ吸ったと聞かれるぐらい。 やばないすかこれ普通考える考えてるからね考えてお前誇張しすぎやわお前ゴルフとタバコは風が読むの大切やからマジでうるせえよお前本当にいや俺マジで気使ってたからなんかそれお前なんかすい誇張して言ってる気使ってその程度っていうのは人間力が低すぎいやお前が誇張しすぎてこれはよくない本当にいやいやもうそういうように伝わるよラジオやったらごめんなさいごめんなさい怖いごめんなさい ごめんなさい <お前 S 2>。ごめんなさい。あ、やばい。しびれてきた手が。ごめんなさい。それに関して意味分かる。ごめんなさい。てれてきた震えてきた、やばい。何がなごめんなさい、ね。ごめんなさいじゃあ、やめろ、その感じにするのきついわ、世の中。 俺もこのラジオ取り組む時はもう頑張れって誰かに言ってもらえといですよお前にそのラジオの暴力されてる俺のがきついいやでもウケてるからこっちは被害をそんないや俺気遣使ってマスクしマスクしたん気遣使って気使ってマスクしてたしマスク越しで吸ってたのマスクの中に入れてたし何て言うてこの方は3月11日は嫌われたっていう報告でお前にキレてるやん俺じゃないや俺のせいって言ってるからそれ俺はもうキレてる私は3月11日にやばいや当たり前やんでなんで俺 のせいな,んてなるんお前がヤニの日に生まれてきたからで砂漠を吸ってるからヤニの日ですっていう会話をすることになったやんいや別にお前がヤニの日って言わなければこんなことになってないから怒るとしても新たに怒るべきだってだってお前がもう一日遅れてきたらヤの日でよかったわけやん何で俺生まれた日が悪い <laughs> そんなことはないやんお前がヤニの日に生まれてきたからちょっと早めにいや,いやちょっと早めにとかて誘導者お母さんもうちょっと3日ぐらい遅かったって予定は <laughs> 早めにお前生まれてきてきるやりでいくって生まれてきてるからあとそもそもそんなんで嫌う友達やめてしまえ <laughs> 3月11日にかわいそう怒られたと。<laughs> 友達否定までされてかわいそうや本当。ん人格否定だけじゃなくて友達まで否定さるお前さえ誇張して言い方ひどいパーソナリティとしてやめてくれ普通自格が足らない私パーソナリティとして3月11日生まれってことだろうなまあじゃないのそういうことでしょあそんな俺のせいじゃないんでこれに関しては俺は何も言ってそれか3月11日さんが俺らが想像しているよりヤニの日って言い過ぎたからそれ本当に言ったんやろなめっちゃ言ってる可能性もありますかもう受け入れるしかないだってバコ吸ってない人にも言ったのかもね もしかしたらお前さ3月11日の荒探しすんなよいや分からんもんそれしか書いてないから,からいやもうこれ答えもらうよこれメールでそれで怒るってだってよっぽどよだって、うん、うんだもう本当にまあもうそんな友達俺はいいと思いますから最低よ友達否定までしていい友達否定とか,じゃな <laughs> かわいそういそれでキレってその絶縁するみたいな友達もういいだろうそんなやつ <laughs> そんなやつないだ大切に切らほしいけどね <laughs> さあ、続いて、えー、ラジオネーム、手拍子は、二倍速さんからす。らえー、ゆかりスペシャル復活ありますかって。お<ー>私のばあちゃんが昔から自分の母親のことを褒める男はマザコンだとか言うけど、<laughs> うん、ばあちゃんは自分の母親のことも褒めれないような男は好かん。うん、あなたも自分の親のことを褒めるような人を選ぶんよとよく言っていました。ほう<ー>。あなたさんみたいな人ってことですねって。俺褒めてた一回でもゆかりのこと。 まあだから結果的にだから、褒めてたんじゃないゆ、ゆかりの仰天エピソードしか話してないけど俺。<laughs> だから結果そういうお母さん、でもあなたのお母さん素晴らしいみたいな話に毎回なってるから。まあでも今回ゆかりスペシャルを懐かしいんで書い,書いてくれてるわけでしょ、うん、とかその回を聞いて、うん、でも最近のやつありますゆかり関係で。あ,あそうあの、ゆかりが最近、あの、愛犬を買ってるんですよ、我々、実家にガジュマルという。うん、あのね、すごくガジュマルのうんちを送ってくるんですよ、写真で。うん その、なんか知らないけど、ガジュマルの蝶の状態を、俺ら、子供二人、まあ俺の妹がいるんですけど、二人の子供と母さんの三人ラインに送ってきて、なんか蝶の状態を俺らに知らせようとしてくるんですよ、うん。<laughs> その、わかるわけその蝶の状態、そのうんち。わかります。あ、わかるそう。いいもの食べてんなとか、水分多いなとか、色味があったらこう野菜がちょっと少ないんじゃないとか、栄養が偏ってるって、わかるんですけど、別に知りたくはないです、それ。<laughs> ゆかりやめて、うんちで、 一番興奮してて送ってくる時があるあんですよ<う>一枚とかならまだ分かるのにその同じような写真を4枚ぐらい送ってくるんですようんちをはい,はい、はい、それ何の写真かっていうと「はいはい、立った!」って言って<え>ガジュガしたうんちがたまに縦に立つことがあるんですよ <laughs> 茶柱みたいなそれをなんか縁起物みたいに送ってくるんですよ「見て!」みたいなこの絶妙なバランスって言って立ってるニョロッとしたうんちを送ってくるんですよあれやめて意味が分かんないから疲れて帰ってきてグループライン見てうんち見て ガジュの顔とかで癒される写真はまだいっぱい送られてきますよ。その中に紛れて。あれやめてゆかり。本当に。え、なんなのやろうな。やっぱその、だか何かあってからじゃ遅いよってことや。いや、遅いよっていうか、わかるんだガジュが健康だよってことを伝えたいのはわかるんですけども、あの、言葉でいいじゃんっていう。その、ガジュは今日も健康だよでいいじゃんっていう。<laughs> 今日も腸の状態な,なんでこっちが腸の状態見て、あ、健康なんだって思わないといけないのっていう。だからやっぱほ、見た方がやっぱいいって思ってんじゃない生でうん、言葉。毎日言葉よ。 知らんわな、<laughs> マジで。あと最近、ガジュを、ガジュがもうヘトヘトとか言って、写真が送られてくるんですよ。うん、あの、野原で駆け巡った後とか、散歩終わった後に。で、いや、ガジュすぐ疲れるもんな、って言ったら、いや、でもだいぶ走ってたよ、みたいな。どんぐらい走ってたのとか、2時間とか言うよ。うん、その、でガジュは多分帰りたいんよ、もう。 でガジュが疲れた顔してるとか言って外の写真ガジュが送られてくるけどガジュね下に熊できたんよさ散歩に行く前なかったはずよ熊が元気すぎて走って,走りすぎてで,でガジュは帰りたいのに母さんがは話すからずっとずっと走らないといけないと思ってガジュは走るまでで母さんああ疲れたとか言ってガジュがそれ以上に疲れて帰ってきてるガジュはあの母さん走らせすぎですガジュあの小型犬ですそんなにいらないです散歩ねっ 足が毎回実っ変えるために太くなってます走りすぎてきた <laughs> わってる,わってる体は強くなってると思うけど <laughs> これさ後々お前がさ子供を産んだりとかしてさ、うん、孫ができてさ、うん、マジで孫のうんちとかも送られてくるでいやだってバリ撮ると思う <laughs> 写真ホルダーとかめっちゃでガチのうんちだけど何枚あるって思うもん <laughs> そうよね最初はね撮ってたんです子犬,子犬の時は調子を整えるために<ー>こういうのしたいといけないってお医者さんから言われて やってたけどもうもう子犬じゃない整犬も整形 <laughs> 7 8キロありますわもう何歳になった今いやでも5ぐらい次5ぐらいじゃないのあもう5か45歳5歳ぐらいじゃないのいそうか俺らの芸歴がそ,んぐらいそう俺らと芸歴と一緒なんですよガジってそうそうねだから1年目の時か NSC の時2位だから同じぐらいなんですガジと俺らってだからもう5歳ぐらいはもう うね。応長の状態いやかっこいいそれはいつもあ今日もいい状態だなって毎回送ってあげなよに俺がね可愛いホークスの服をプレゼントしたガジュ用のそうすっげえ可愛いデニムのめっちゃ可愛い珍しいやつがあって応援団長に去年就任したタイミングで買ったんですよあ俺就任したよってガジュに報告するために買ったらちょっとパチパチになるよもう育ちすぎて走らせすぎて走らせすぎてムキムキ俺も俺と一緒俺ユニクロのズボンしか履けん俺と一緒よ ストレッチジーンズしかけん <laughs> かやりすぎやからゆかりほんとにでもこれねちょっと手拍子は二倍速さんね、うん、やっぱゆかりスペシャルを聞きたいみたいなとこもあるけど、うん、俺なんか遠回しにんかちょっと新たに告白してきてるんじゃないかなってちょっと思って、うん、えー、え、うん、言えばいいよじゃあ好きなの,の好きっていやだからそれはだからちょっと野や暮やえそうなそのあなたも自分の親のことを褒めるような人を選ぶんよって そのおばあちゃんから言われてね「新さんみたいな人ってことですね」っていうこの,そのおしゃれな気づかせ方みたいなことをしてんのよや一瞬その手紙読んだ時にあじゃあ俺当てはまってるやんとは思ったよその枠, <laughs> 枠の中にやって思ったんだ思ったけどそないでしょ別にそのいやももハート絵文字とかハート絵文字じゃないけどでもこれ以上その書く必要がないっていう意味ではもう告白と捉えていいと思うから、うん、なるほどそうどうするえでもからん飲みかかんとかんとわら いやリアルすぎる飲み感どういう人か分からんもんいやいやそ,そうやけどさ飯の席っていうのはやっぱいろんなとこ見れるからで行くのじゃあ手拍子は2倍速いやいやそれはもうだから会ってみて決める実際に <laughs> ちょっと「うんっっ <laughs> うん?」ってなったら「えあら?」ってなったらだっておいくつか分かります全く<っ>そういうことなんですよ もしだって八十三歳だった場合、お付き合いはできないわけでしょうだって。<laughs> そうでしょいや、まあまあ八十三歳だった場合、もうリアルじゃないじゃないですか。まあまあまあね。でも八十三歳の可能性だってあるわけじゃないですか。まあ可能性はもう逆に十二歳の可能性もあるでしょうん。そしたらやっぱ会ってみないとダメだよだから本当に、その、もしあなたが好きな場合とか、うん、会いたい場合はちょっとなんかその情報みたいなアピールポイントみたいなちょっと送ってほしいかもしれない。ああ、なるほどね。そのなんか、いや、これなんか選ぶ側で申し訳ないけど。うん、まあでもそれはしょうがない。 そうよねだ情報がないとこっちも対応できんからアピールポイントとかね送ってほしいですしんかそのお前から聞きたい情報みたいなあるスポーツやってたかスポーツ歴歴これ別にやっててもやってなくてもいいんですよ話のねネタになるからこれねはいはいはいあとお料理できるかどうかああそれは当然できる方がいいってことまあそうですねそれはできる別にその数できなくてもいいんですけどやっぱこの手作り料理っていうのはありがとうございますあとはあと背が高いかと 結構気になりますそれこそ見てでいいんじゃないいやそうそうなんだけどもよあまりにも俺と身長差3 0ンチがあったら困るからなるほどねそう身長そうそうそう身長そうとかもういいああいやえブランドものが好きかとかね何それどっちがいいわけあんま好きじゃないほうがいい ああ、そのハイブランド系ってことうん。いや、もちろん2、3は持ってていいよ。これはもう大事なやつなんです。もう勝負時に持っていい。これ35万のバッグ1個持ってるんです。もう全然大丈夫。まあ、聞かざる系がやだそうそうそう。とかだった場合。はいはいはい。っていうこと。もう大丈夫。あと、その、普通に国内にいるかっていう気になる。大丈夫やろその、その、外国から連絡してきてる場合もあるから。確かに全世界で聞ける。そういうことなんですよ。だからそういうのも、ちょっと知りたいなって。 その条件そうそうまあお手つきであればお写真も送っていただいてガチガチすぎるやろお手つきであればなんでお前側がガチにそんなにしてくんなお前マジでしょだっておばあちゃんの条件に合ってしまってんだからそうねでもやっぱ手拍子は2倍速って俺ならラジオでも結構好きやから手拍子は2倍速なんかちょっとなんかセンサーある系の人やと思う手拍子ってどんなこのえパン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 2倍速なるほどねえっあああリンハモってあねなんか。こんな感じってことですよね。うん。 たくさんメールありがとうございますもし手拍子2倍速さん条件送れるんだったらちょっと送っていただきたいなまあそうねで当にあに写真送ってきてもらっても大丈夫です <laughs> これはあの <laughs> 本当に本当に大丈夫です送ってきていただいて <laughs> 本この「どこでもラウンジ内」で絶対に消化させていただきますはい。我々は見ますもちろん SNS はあげないですあげないです損はさせないですはい本当に絶対に我々で議論を重ねるだけなんでご協力よろしくお願いしますということでエンディングでございますありがとうございましたありがとうございましたああ今日メールもねかなり来ていや本当にありがたい限りでございますありがたいですよんか先ほど負けたボートが一気にこれ吹っ飛んだ感じもあまいつも負けとんなっていうところがやっぱありますもういい ってお前さ、この、まあまあ、これ、だから、裏話じゃないけど、この収録がいつもこの3時半からやってるんですよね。うん、お昼の3時半から。な、うんな、うん <laughs>、その合図、うん、で、その、え前はあんまりないことが多いんですよ。我々仕事が。事がね、水曜日はね。うん、ら、行くなって必ずボートにお前は。これはでもね、今日はね、奇跡が起きたんですよね。行って、 出会いがあったんですよ。出会い二人。<何>まあまあ、結果から言うと、うん 2>、2レースから9レースまで行って、うん、ええー、まあその、失った金額としては1、一万円。いや、結構よ。で、最大負け幅が5万円。5万負けまで行ってたんです。<laughs> うん、で、最終2レースと、あの、場外の江戸川に手を出して、ええー、4万取り戻したという。<ー>そう、だから結果、勝ちなんですよね。 結果、結果勝ち。いや、結果勝ちは、もうその、ギャンブル志向すぎる。あの、結果値なんですけど。結果値って何なん結果値なんやけど。結果値なんやけど。これね、今日の1レースで走った1号艇の方のトレーナーさんが見に来てたんですよ。あの、ボードレース上に。トレーナーそう。体の整える、例えば、こういう使い方したらいいですよとか、マッサージをしてあげるトレーナーさん。これはなんと僕の大学時代の野球部のトレーナーさんだったんですよ。で、会ったのはもうマジで5、6年ぶり、6年ぶりぐらいに、 あって、俺が、あのー、その、うろうろしてたら、パッて来て、え原田さんじゃないですかって言われて、はって見て、うわーってなって抱き合って、うん、で、今こういう野球、で、高校野球とかにも携わってる方で、ーボートレースとかの選手も担当してると。<ー>うわ、すごいですねって言って、だから行かないと会えなかった久々の再会。うん、と、もう一つはいつも RKB ラジオ聞いてますあの、劇場見に行ってますっていう男性の方からトントンってされる、<ー>でも俺、江戸川の締め切りまであと1分だったから、<laughs> 最悪やん。だってあと1分だけ対応せえよ。言うたらちゃんと「ありがとうございますこれからも頑張ります劇場でお待ちしてます!」って言って急いでマークシートを塗りつぶして耐えました。買ってすぐ締め切りになってるでお前も。それで,それでかそれ勝ちましたからそれは。いや結果勝ちじゃないよ。ポイントは上,上に行きましたからそれは。いやまあまあまあね。そう。出会いはね。だけど出会い1万円お支払いして出会いがあったという。 素晴らしい出会いの場なんで。<laughs> ボートレース場いやそや、なんかちょっと、ま、女の子の匂いするやん、ね。出会いの場で。<laughs> 1>, 1万払ってあれす。どっちも男性です <laughs> しあ。どっちもおじさんです <laughs>、はい。40代です、どっちも。はい。なんどんなエンディングトークこれ <laughs> <laughs>。ちょっとイベントのお知らせがございまして、KOR、だから100エピソードイベントでいいんですよね。はい 100エピソードを記念してイベントが開催されると。それぞれ100エピソード行った、行くってことだね、これ。すげえよ。これが日にちがね、2024年の3月2日土曜日。3月2日って時てなんか思い浮かばない。え何いや。なんであえてあの話をしたのかってことゆかりの誕生日ですああ<ー>母ちゃんおめでとうおめでとううん。早すぎるって。1>, 1ヶ月半。3月の時でよくないうん。別にそれは。ゆかりの誕生日なの。えすごいね、はい 絶対るやんしかもはい多分その本日の主役とかいうの下げてきます下げてこいやろ痛すぎるたすきたすき下げてきます痛すぎるって思いますはいこれ3月2日土曜日ちょっと絶対上げといていただきたいなと思います本当素敵なねものにしますんであとメールもたくさんお待ちしております KOR.RKBR.JPKOR.RKBR.JP でございますメールいっぱい欲しいねマジでお願いしますよろしくお願いします会話しましょうホント皆様ね ということで、えー、今週もありがとうございましたまたお会いしましょうさようならいやガス壊れたら一個横やからプロデューサーはコウザブローディレクターはボン AD はマイです。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です 聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>